大岡清志将は、江戸時代中期の旗本、勘定党大岡清重家の養孫で追い、元六七年に家督を継ぎ、小普神、御書院番、御使い番、お目付などを歴任する。法令六年十月十五日に、江戸城西の丸ゴル留教となり、同年に備前神に助任された、聖徳元年四月、長崎奉行に任じられる。当時、幕閣の間で、 長崎貿易の制限の必要が唱えられ、特に荒井白石は強行論を唱えていた。新商の派遣はその政策に沿ったものであった。だが、着任した新商は長崎貿易の実情を把握した上で幕府に対する上昇作成し、現地から離れた江戸での強行論を抑えた上で、輸出動や来航船数の制限、恵み制度、 新杯制度導入などを進言した。現実を踏まえた上での新章の進言は、後に開発後指針霊の骨子として採用された。聖徳5年2月23日、江戸からの上司を迎え入れた新章は、当選の出向を引き止めて、外国船がほぼ揃った時点で開発後指針霊を通達した。共放元年には、起用軍団を編纂したが、 その翌年に39歳で没した近代貿易都市長崎の知史及び貿易司法変換に関する当局者の記述として貴重な資料である朝日日本歴史人物辞典によりありがとうございます。